会長アンズーと、ニヌルタ。ニヌルタ、または、ニンウルタは、バビロニアやアッシリアで崇拝された、メソポタミア神話の、法上と戦闘の神。意味は、大地の主、エンリルと、ニンリルの息子。古くは、ニニブ、ニニプと呼ばれ、時には、創造神、太陽神、秩序の神として描かれていた。ニヌルタは、ラガシュの、都市神、ニンギルスと、 同じ神とされている。ニヌルタのシンボルは、相当の和紙。象徴する惑星は土星。ニヌルタの配偶者は、ニップルの、ウガルル、ニンギルスの配偶者は、バウ。ニヌルタの名は、聖書の登場人物、ニムロドの名のもとになったと考えられている。元来は、シュメール地方を中心として祀られた大地の神で、農業や狩猟などの法上を司さどった。 後に狩猟から戦闘の神の要素が派生し、後者の神として崇められるようになった。当時のメソポタミアは、都市国家間の争いが激しかった上に、多数の捕虜をしばしば殺害していたために、犠牲者が多く、ニヌルトの性格も時代が下るにつれて、より戦闘の神としての性格が強くなり、戦士の王の姿となった。ニヌルタは、銅の神、青銅器の神でもある。 ニヌルタは、煮えたぎり姿を変える生きた山、クルと戦い、クルが投げつけてくる緑色の石を粉々に砕いて、精錬して赤いものに変えて石の魔力を封じたことで、クルは無力な赤い姿となり、それ以降山は楽園となった。ニンギルスはエンリルの洪水とも称され、戦闘の神として洪水のように諸都市を破壊し尽くすと表現されたり、 筆青の夢には、彼の下半身は、洪水という表現もある。ニンギルスの武器を、洪水と呼ぶ場合もある。ニヌルタは、単頭のライオン頭の足である。会長ズーを退治する神話が有名である。ありがとうございます。